112.8キロ、マイク・ルッソー。日本初お目見えです、マイク・ルッソー。ローマン・ゼンツォー、エメリアエンコ・ヒョードルと共に来日しました。ローマン・ゼンツォー、二人にとってのヤレンノカとはいかなるものか。第1ラウンドのゴングが鳴らされました。まずリングの中央を取ったのはゼンツォーです。片足を取っていく、これを考えると持ち上げてテイクダウンとなりました。無差別級5分2ラウンド、上からのパンチ、マイクルソーです。この戦い、グラウンドの相手への足による顔、頭部への蹴り、踏みつけは禁止。しかしその部分への膝は OK になっています。足を今流すようにいきましたね。払ってのパスガードですね、はい、サイドポジションをすぐに取っています。そうですね、ローマの方がそのディフェンスをしながら、はい、だけどマイクルソンの方は締めたかったと思うんですよ、でかなり力を使ったと思うんで、今またその体勢に近くなりましたが、そうですね、ただポジションキープ上手いですよね。そうですね、でこれあの寝技はそうなんですけれども、一つそういう一本すごく強い技術があると、はい、他の技術が全部生きてくるんですよね。なるほど。ローマンにしてみれば今から上四方の回られたくないので、はい、だからそっちにかなり気が取られるわけですよ、だからちょっとしたパウンドの、ディフェンスが下ろすかになったりとか、かなり動くんですよ下から、特にヘビー級同士で下からやって動くと、はい、かなりスタミナロストしますから、はい、最初に言ったそのディフェンスってのをやりにくくなるんですよ。加藤坂さん、今もどうですか、この体勢が決まった。加藤坂さん、お話の最中ですね、伺っている時に着々とその作戦が進行していました。1ラウンド2分58秒、フロントスリーパーですが、はい、どうですか、ほとんどそのノースサウス調査ショックでしょう。そこがいいですね、はい、Yes, this is my first fight ever, and I've never even been to Japan. This is the first time I've ever been to Japan, and you know, my impression was, you know, just what great fans and just the tradition over here, and just unbelievable. You know, you hear those drums in the backstage, and just the tradition in Japan, and it was just great. It was awesome. Я хотел показать зрелищный бой в своей манере, но получилось как получилось. Дело в том, что я подготовка к бою сама была необычной. Я не смог провести сборы с Федором по ряду причин. И о своем сопернике я готовился к другому сопернику, совершенно к другой тактике боя. Я узнал за неделю до боя о своем сопернике.